県大会ついに迎えました。午前中はまだうちの試合ないんで、うちの試合は午後からなんで、朝はほんまにめっちゃバタバタして準備とかもやっぱ大変やし、もう1試合目のチームとか 10分ぐらいしか多分アップできてない中で試合入ってるから、まあ、そういう意味ではうちは余裕を持って入れてるんで、なんかやっぱこう公式戦の、まあ、明後日なんかちょっと空気がちゃうっていう感じがあって、多分スポーツやってる人やったら分かると思うんですけど、前の晩にもしっかりプラン組んでというか、今日はどんな状況になっても対処できるっていうところは準備してきたんで、どんな試合でも楽しみながらねやれるようにしっかりやっていきたいと思います。はい、おはようございます。ちょっとビブス今日自己管理でお願いします。試合出るときは自分の、あ、椅子ももうあのシェアしないから自分の椅子決まったらそこに、試合出るときはビブスで、ちょっとあの2人はもうすぐ行かなかったんですけど、まあ、しっかり準備して、まあ、途中交代やからあのセットでまた交代するんで、はい、しっかりいい準備してできるようにやりましょう。はい、いいですか。Thank you.
turn this life into something that you can never own. キャプテン、副キャプテンだけとかお願いします。はい、まずチーム、そして2試合目で3試合目のレベルでいけたらいいかと思います。違いがあるんですね。翔太と同じで、自分は状況判断あまりできなかったり、自分の得意なループなど使えてなかったので、そこら辺を修正していきます。はい、ソウタが言ったみたいに、3試合目の強度でやれたらよかったけど、でも点取られた後にそのまま流れで取られるっていうのがちょっと課題というか、能力的に悪いから、次そこをなくせたら多分3試合みたいに試合ができると思います。はい、はい、まあ結果的には3連敗で最下位なんで、まあ、そこはやっぱ結果としてしっかり受け止めて、自分らの現在地、まあ、ただ格上やとは思う、3チームともね、それは分かった上でも、そこを返すための準備はしてきたと思うし、じゃあそれが今日、ね、しっかりチームとして出せたかって言ったら、まあ、本当に、まあ、みんな言ってたけど3試合目だけやと思う。正直もう残り1試合、県大会これで終わるよってなって、やっぱそこでやっぱ初めて力が発揮できてるっていうのが今の現状やと思うから。でもそれじゃあかんやん。でもっと言ったらキーパー、出てるキーパーさ、それじゃあかんやんみたいな、自分でなんか立て直すの考えない。おります、締めこ